はい、おはようございます。山田でございます。免税店の店長やっております。ただいま9時13分、今から、おそらく脊柱がね、9時からやってると思いますので、脊柱に向かっているところでございます。昨日はね、音声も撮りたかったんですけど、ちょっと動画を上げてやろうと思って、動画ですよ。音声じゃなくて、2本撮ったんですよね。で、まあ、1個は、まあ、お風呂掃除の動画ね。で、これが、まあ、顔が映り込んじゃうかなと思いながら撮ったら、ちょっと映り込んでたんですけど、まあ、いいや、めんどくさいから編集とかっていうことで、アップしようとしたところ、YouTube 上でなんか顔を隠したりできるっぽくて、それをやってみようと思って、それでアップしてみたんですが、その YouTube を見てみたところ、バッチリ顔が映ってたというね、見にくい顔が。ですので、せっかくそういう機能があるなら隠してやろうと思って、今、頑張ってやってるんですけどね、なんかなかなか隠れないみたいな。そういうことでですね、一瞬上げたやつで、顔出しを初めてしてしまったというね。で、今非表示になってますのでまあもういいよね、顔出てもめんどくさいからとは思ってるんですけど、とりあえずちょっと隠すやり方を、知れば、セラピストさんとかの動画撮ったりするときもそれを活用して、ね、YouTube にアップできたりするかもしれない。まあ、協力してくれるセラピストさんがいればですけれどもね。ということで、そういう編集作業みたいな、めんどくさいことに時間を取られてしまって、本当はね、話したい内容とかもあったんですけれども、ちょっと無駄な、時間を。だからそんなことね、5分でできることなんですよ。ネット詳しい方とかね、動画編集 やってる方とか、そういうのに弱いですからね、私はもう本当に、パソコン関係、その、システム関係弱いですからね、そんな中やってるので本当にもう時間ばっかりかかってどうしようもないんですけれども、もうちょっとで、お風呂掃除の、動画を上げられると思います。まあ、まあ興味ないかな、関係者にね、参考にしていただければというかね、まあ、次点のセラピストさんにお風呂掃除をお教えするときにね、これ見といてっていうと楽じゃないですか教えなくていいから楽しようとしてなのでね、そういった、まあ、トイレは1個あげまして、あでね、なんか普通の画素っていうんですかね、その何動画の何 細やかさなんていうんですか、それ画素で撮ってるんだけど、 YouTube に上げると画像が悪くなっちゃうのはあれなんでなんですかね。詳しい方教えてほしいんですけどね。なんかすごい悪いカメラで、まあ悪いカメラで撮ってるんですよ、安いカメラで撮ってるんですけど、なんか悪くなっちゃうんだよね、画像がね。あれはちょっとがっかりしちゃうんですけども、もっとクリアなやつなんですよ、データとしては。なんか教えてくださいな自分で調べろよっていうね、感じかもしれませんけれども。おー、脊柱やってるね。やっぱ9時からでした。ちょっと買い物してきますけれども、まあそういうわけでございまして、今日は、今日という今日は、まあ動画はもう1個ね、2個撮ってて、2個もう1個の方はあんまり面白くないやつなので、宇都宮駅からそのお店まで歩いてみて、やっぱほら7、8分でしょっていうやつなので、面白くないんですよ。だからあれはあの動画に普通の何か題を考えた、そのいつもの、免税エステについてのお話をセットにしてアップしようと。あ、それはそれでもっと時間かかりそうなので、まあ、いずれ時間ある時にやりますね。本部、免税店の店長の本部はやっぱり品質だったりとか、お客様だったりとか、そっちに力を入れなきゃいけないので、空いた時間でやるしかないんですよね、こういった、まあ、プラスアルファのことっていうのは。なので、例えば、その、まあ、お客様宣伝とかね、宣伝についても後でちょっと音声上げますけれども、宣伝とか集客とか、そういう品質向上研修とか、そういうのにやっぱり力を入れて、2万円いただくのに見合う満足感を提供できるようにというのが、まあ、まず一番最初でございます。その後、まあ、そういった余暇で
お遊びで動画とか YouTube とか、やるぐらいにしないと、本当本末転倒ですからね。一番大事なことっていうのは、品質を高めて、たくさんのお客様を癒して差し上げることができるお店になるということが一番の、大事なことだと思ってますので、まあ、時間あればね、そう動画や YouTube にも、まあ、頑張っていこうとは思ってますけども。じゃあ、席中着いたので終わりまーす。あ、まだ5分か。まあ、いいか。